祥寺のレラバイフロートの畑中正俊です。今日は丸みショートをカットさせていただきます。丸みショートのポイントは、後頭部の、丸みと、あとは、再現性の高さがポイントになります。ではカットしていきます。はい、ではカットに入っていきます。まずは、イヤートゥーイヤーで、撮ります。だいたい耳の後ろになります。で、あとは普通に、真ん中で、枠取りまして、で、まずアンダーセクションなんですけれども、これは、ボンノクボの一番出っ張ってるところのちょっと下ですね。なので手でちょっと触っていただいて、一番こう出てるところの少し下を、分け取るような形になります。で、まずアンダーセクションなんですけれども、今回の場合は、全部上に引き上げてカットします。で、床に平行ぐらいまで上げますね。で、全部、板状に切ります。なので回り込まずに、全部後ろに板状に切ることによって、三つ襟の方までしっかり長さが、残るようにするのが、ポイントになります。で、基本的にほぼブラントで、カットしていきます。で、落として、長さをチェックします。はい、で、これは、少しレイヤーを入れて、その一番アウトラインは削らないようにしながら、少しだけ、残っているところを削っている状態になります。で、ここで、アウトライン削ってしまうと穴が開いてしまうので気をつけてください。はい、では次ですね。丸みショートの場合は、基本的に縦スライスはしないで、全部横スライスで、カットしていきます。横で切ることによってしっかりこう丸みが出やすくなるので、縦は、あまり使わないんですね。で、どこら辺に、バランスが来るかを一回横でチェックしてからカットします。で、やや、ラウンドですね。これは少し頭の丸みにちょっと沿いながら、カットします。ここは板状ではカットしないで、頭の丸みに合わせてカットしていきますね。はい、で、丸みをきっとチェックして、で、またその次の目のセクションをカットしていきます。で、この時の、パネルのリフトなんですけれども、だいたい、30度ぐらいですね。30度のリフトを、積み重ねていくっていう感じの、エレベーションになります。はい、切り終わって、次にサイドに行きますね。で、大体3移動も、3パネルぐらいで、切り進めていきます。
で、後ろのカットしたものをガイドにしてそれを少しつなげていきます。基本的に、平行か、少し前下がりっていう感じが、多いですね。でこの時のエレベーションも、床に落ちる位置でカットではなく少し、エレベーションを上げます。だいたい、20度ぐらい上げますね。でそこから、同じく30度のエレベーションにしていきます。はい、で一番上も同じく30度のエレベーションでカットです。はい、でサイドも同じようにカットします。で長さもしっかりチェックします。でイメージとしては最初切った方よりも、反対側の方が、少し長くするようにですね設定しますね。じゃないと、長さを合わせるのがまた大変になってしまうので少し長めに切って詰めるような形になります。で顔周りは後でこう作るので一緒に、サイドに引っ張って切っちゃって大丈夫です。で基本的に放射線状の、シェイプを意識してカットします。はい、で長さがあったら次は前髪、顔周りになります。で今回の場合は、普通に、落ちる位置からそんなにこう前髪を薄めにするわけでもなく、落ちる量でカットします。で大体黒目と黒目の間の毛をカットします。で流す方向に対して少し、斜めにカットして、流しやすいように。でその後は顔周りをカットしていきます。でもみあげを切らないように、耳に、分けていただいたりとか、ダッカールで留めていただいたりとかして、分けてから顔周りをカットするのがポイントですね。で今回の場合はあまりパネルを上げずに、落ちる位置でカットしていきます。でもみ上げも一緒にチェックします。はい、で逆ですね。同じようにもみ上げを残してつなげていきます。少しこう滑らせながらのがポイントです。で、もみ上げと揃うようにカットします。で、最後にトップですね。今回は、トップ分け目のところをまっすぐ上に持ってきて出てくる角をオンベースでそのまま行くんですけど、顔周りのところだけ、一つ後ろに引いてカットして、切り込みすぎないようにします。
はい、全体はこのような感じです。サイドは、少しまっすぐなラインで、後ろにかけてややラウンドしています。で、襟足は長めに残しています。で、基本的に僕は営業中でも襟足長めで残すことが多いです。で、襟足が長めに残すことによって、もしそのウエイトが上がったりとかした時でも対応ができやすくなりますし、襟足でのニュアンスっていうのがすごく作りやすくなるからですね。床に平行に対して、切ったことによって、残しやすくなりますので、結構重く残りやすいっていう方にはすごくおすすめの切り方になっています。はい、ドライが終わった状態です。で、次は、量感調節に入っていきます。で、手順としてはまず、三つ襟の方からですね、三つ襟、耳後ろの、毛量の方から取っていきます。で、斜めのスライス、2センチスライスぐらいですね、で取りまして、はい、で、結構根元付近からここは取っていきます。3分割したとしたら、中間の根元付近の方からしっかりまず取っていきます。で、その後に毛先にかけて、少し回数を多くカットしていきます。で、今使っているセンニング、これ僕使っているのは、3% のセンニングになります。なので、センニングの、パーセントの、量によって、取れるもちろん量が変わりますので、入れる回数は調節してください。で、その次なんですけども、次から、基本的に3分の1ですね、毛先3分の1を量を取ります。で、スライス幅は変わらず2センチぐらいで取ります。で、そのまま斜めのままですね、引き出してカットしていきます。ここで見るのは髪の濃さを見ます。引き出した時に、どこに量が多くてどこに量が少ないかをチェックしながら、量を取ります。で、今は基本的に、長いところから、バッサリカットした状態なので、基本的に全部ほぼほぼ同じ重さになってますので、そこまで意識しなくて大丈夫なんですけれども、お客様の時はしっかり意識してカットしましょう。はい、表面もですね、毛先3分の1ぐらいをカットしていきます。はい、逆も一緒ですね。2センチスライスで、耳後ろのたまりやすいところを根元からしっかり取っていきます。で、耳後ろは結構透けるぐらい量を取っていただいて大丈夫です。毛先の方は、はい、で、次のパネルですね。で、毛先3分の1量を取るときに注意したいところなんですけれども、あまり毛先のラインを崩すぐらい量を取らないようにするっていうのがポイントです。取りすぎてしまうと再現性、まとまりっていうのに欠けてしまうっていうのがあるので、取りすぎないっていうのがとても大切になります。引き出してもちゃんとラインが残るぐらい毛先の量を取る感じですね。で、最後表面で、ショートの場合どうしても手数が多くなってしまうので、なるべく、スピーディーに行っていきます。はい、で、次はボンのくぼしたところ、ここは結構根元付近からしっかり取っちゃいます。
毛毛先3分の1ですね。はい、で次最後に入ります。同じく2センチスライスで、この内側のところも3分の1で取るんですけれども、内側は結構軽くすることが多いです。で、もみあげがある方ですと、もみあげのところだけ、濃く残ることが多いので、もみあげだけ分け取って、そこだけ量を取ります。で、透け感をチェックして、だいたい同じような透けている感じになっているかっていうのがとても大切ですね。なので、量を取るのも大事なんですけど、その透け感っていうところ、全体のバランスを一緒に揃えるっていうのがすごく大切になります。で、この際に少しパネルは上げます。ウェットカットと同じぐらいの角度を30度ぐらいですね、エレベーションかけてカットします。そのことによって、フォルムがクッとこう締まるような感じになるので、落ちる位置でカットするよりも少しエレベーションかけてあげた方がタイトなシルエットになりやすいです。はい、ここももみ上げだけ取って切ります。透け感を見ながらカットします。はい、エレベーションかけつつ毛先3分の1をまたカットしていきます。はい、では次、顔周りですね。顔周りもパーセントが少ないセニングでしたら全然いけちゃいますので、その斜めでスライスを取って、ここも透け感を見ながら毛先3分の1ですね、カットします。で、下の毛を切らないように注意して、表面の方だけまた3分の1カットしていきます。はい、で逆も一緒ですね。やっぱりポイントはあまりテンションかけすぎなくて、自然に落ちる位置をイメージしてカットします。下の毛は切らないように、重いところを目で見ながら取ります。前髪も少しだけ出てきます。
では次は、ハサミの方で量を取りながら質感も作っていきます。で次はここで縦スライスが入りますね。ここで、2センチスライスで毛先3分の1よりも少し奥まで切るようにイメージしながら、チョップカットで入れていきます。でその際のカットの時は少し引いて切るようなイメージですね。ちょっとずつ引きながら引きながらでカットします。で縦でここが切ることのポイントなんですけれども、横に切るよりも縦で切った方が馴染みが良くなりますので、このチョップカットに関しては基本的に縦でスライスを取ってカットします。多分最初は結構難しいので、練習してください。でコームもできればちょっと目の洗い物よりはやや細かめの方が綺麗に溶かせますので、細かめのコームの方がおすすめです。で放射線状で取りまして、でトップはあんまり引き上げないんですね。床に平行ぐらいの引き出しぐらいで落とします。でこの時も毛の濃さを見てカットする回数だったりとか深さっていうのを少し変えます。でもし心配だったらこの表面は今みたいに分け取っていただいて、その下をカットするのも大丈夫です。はい、そのままサイドに行きます。サイドも同様ですね。でその下の、アウトラインを切らないように気をつけてください。はい、同じく放射線状で毛先3分の1よりももう少し奥の方までハサミを入れてカットします。で顔周りの方だけはやっぱり少し、後ろの方にパネルを、オーバーダイレクションしてカットします。厚みを見ながらまだ重いなというところにはプラスして取っていきます。はい、で表面も先残していたところがやっぱり少し重いのでもう少し取っていきます。で放射線状でカットします。
で耳にかけながら、量などをちょっとチェックします。でこの後に、襟足につなげていくんですけれども、で耳にかけた状態で、襟足とのバランスを見ます。でお客様の時も一緒で、耳にかけた状態で襟足の長さをここで決めていきます。なのでここに長さがあった方が一番最後の、バランスを整える時に襟やすくなるので、一番最後に襟足は長さを決めていきますね。でここでハサミで一気にバツッと切っちゃうと結局また厚みが残ってしまいますので、この時は少しパーセントが高いセニングだったりとかで切っていきます。このセニングはだいたい 20% から 25% のセニングで、毛先がボケるようにしながら、まあ、ざっくりと形長さを設定していくっていう感じになります。でバランスを見ながら長さを決めて、でここで一度、襟足の量を取ります。ほとんど取ってなかったので襟足が結構重い状態になってますので、根元付近からまた 3% のセニングで量を取ります。でこの時もやっぱり大切なのは、どこにどれだけ同じ回数で取るかっていうよりも全体の量 の色ですね、濃さを見て量を取ります。で耳にかけつつ毛先の質感を整えていきます。今スライドのシザーで毛先を先細りにするようにしながらカットしていきます。やっぱりセニングだと出づらい質感になるので、ハサミでやってあげるのがポイントになります。で、髪が、前に行きやすいように少し前の方にシェイプしながら、で前の方に向かってハサミを入れます。少し上から手で押さえることによって、中の毛が押し出されて、スタイリングした時にこう短い毛と長い毛が変に出てきづらいようになりますので、押さえながら切ってあげるといいと思います。で今これは、中間の少し重いところだけスライドで取っています。なので基本的に根元にはあんまりこうセンニングも入れないですし、量を取るっていうのはほとんどないですね。取って中間部分にスライドを入れて、で毛先3分の1センニングで取って、チョップで、量感質感を作っていくっていうデザインになるので、根元にやっぱりセニングを多く入れすぎてしまうと、伸びてきた時の持ちだったりとか再現性というのが悪くなってしまいますので、基本的に根元には、セニングは入れないで、入れるとしたら、ボンノクボから下だけっていうところになります。はい、これも落ちる位置で濃さを見ながら中間部分にスライドを入れていきます。で耳にかけたりとかしながら全体の、バランス、毛先の重さをチェックしますね。
でまた多そうなところには羊羹を少し取ります。やっぱり基本的にはテンションは本当にあまりかけないようにしてカットするのが大切ですね。重いところにいるような感じです。で、重いところは取っていきます。これでドライカット終了になります。全体のシルエットはこのような感じです。毛先が少し先細いな状態になっていて、軽すぎないような状態ですね。はい、ではスタイリングです。今回はバームを使います。量はこれぐらいですね。はい、手によくなじませて、まあ、ショートの場合は襟足からつけることが多いので、まず襟足にしっかりつけます。襟足つけて、サイドつけて、はい、でその後は表面の毛先から、中間でやや根元という感じですね。でこの時はまだ前髪はつけません。しっかりと全体になじませるようにしっかり手を通してください。で毛先がベタッとしやすい場合はやっぱり手を通す回数が少ないのかなと思いますので、しっかりと手を通してあげて、で本当にちょっと残っているので前髪をで、表面からつけるんではなく中の方から手を通してつけてあげるような感じすると前髪がベタつかずに済むことが多いですね。はい、でコームで溶かして形を整えながら全体になじませます。はい、で耳にかけて顔周りに少し残すような感じですね。で襟足をしっかりタイトに押さえるようにしながら顔周りを作っていきます。でトップにも少しボリューム感をちょっとだけ出してあげてぺったんこにならないようにします。でこの耳後ろなんですけれども、その長さを残すことによって耳にかけた時に襟足とサイドの髪の毛がつながるようになっています。で、ラウンドしてカットしているので後ろからのシルエットが丸くなるので女性らしく見えるポイントです。で襟足の角度は、前上がり45度ぐらいの感じで上がっていきますね。はい、以上になります。はい、全体はこのようなシルエットです。丸みが後ろにしっかりあり襟足がタイトになっています。
丸みショートなので後頭部にしっかりと丸みがあり、襟足がタイトになっています。で、耳にかけた時に、襟足とサイドの毛がつながるようになっているのがポイントになりますね。はい、では丸みショートをご覧いただきありがとうございました。で、そうですね、今回のポイント、やっぱりしっかりしたここの丸みがやっぱりポイントになりますの で、 でカットの時にもお伝えしたここの、セクションですね、アンダーとこのミドルをやっぱりつなげないことによってしっかりと丸みが出て、でここがしっかりタイトになって、でやっぱりここにすごいこう長さを残していたことによって、ここにもしっかりとこう首に刺した時にこう長さが出て、こうつながるようにデザインができるのが最大のポイントになりますので、ぜひ簡単にカットできるものになりますのでお試しください。ありがとうございました。